にちは、ジャズギタリストの宇野川俊樹です。今日は2020年4月14日火曜日です。ものすごく天気良くてね、気持ちいいんですけれども、4月頭からずっとこのコロナショックでほとんど巣ごもり状態です。そういう中、新しいことを始めようと思いまして、布川俊樹オンラインサロンというものを立ち上げます。これは実はね、去年ぐらいから考えていて、なかなか実行に移せなかったんですけども、今こういう状況になって、僕の音楽やレッスンとかね、そういうものを今新たな形でこうリモートで届けられないかなと、いうことを思って始めることにしました。今僕はコロナ戦時下だと思ってるんですよ。コロナ戦争のね、最近よくネットとかで見る言葉で、ビフォーコロナ BC、 アフターコロナ AC っていう言葉を聞くんですが、僕は今はコロナ戦時下、デューリンコロナ DC だと思ってるんですよ。この DC はいつまで続くかまだ分かりません。そしてコロナのね、この危機が終わってほしいんですけども、本当にね、早くね、終わった時に、僕は音楽のこう伝え方っていうのは変わってるんじゃないかなと思うんですね。それでそういう時代にこうね、対応していくというか、そういう試みです。たくさん上げてる YouTube 映像っていうのもそういう意味なんですね。このオンラインサロンでは、今までなかなかできなかった遠隔地にいる人とリモートでレッスンをやったり、それから昔ホームページでやっていた Q&A コーナーとかね、あとは、みんなで飲み会やろうとかね、もう今飲み会はオフラインでできる状態ですから、そういう布川俊樹を中心にした楽しいコミュニティ、そういうものを作っていきたいと思ってます。ぜひ皆さん参加よろしくお願いいたします。